さあ朝ドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。なんだ遅刻か。まずは謝るのが先なんじゃないのか。はっ、お前は悪かったな。でも心配すんなよ。先生の授業を聞きに来たんじゃねえから。むしろあんたの授業を聞いてたら余計眠くなるから、ちょうどいい子守歌だぜ。俺の席どこだったっけな。極道くんおはよう。今日は学校来たんだね。おお、珍しく早起きしたからな。それより律夫、お前俺が学校来てない間調子乗ってたらしいな。後でつらかせや。違うよ、調子なんて乗ってない。本当だよ極道くん。最悪だ、低学からそのまま退学になると思ってたのに帰ってきやがった。おいどうした、抵抗しねえのか。俺がいない間お前がこの学校一の不良とか言ってたんだろ。ごめんなさい。だって極道くんもう学校に来ないと思ってたから。勝手に決めつけてんじゃねえ。くだらねえ。どいつもこいつも弱えやつは立ち向かってこやしねえ。ああ、もっと強えやつはいねえのかよ。おい極道、そこまでだ。こっちはな、先輩も連れてきたぜ。3人がかりだったらお前だって勝てやしないだろ。なあお前さ、自分が弱いやつってアピールすんの楽しい。一人じゃなんもできねえクソザコちゃん。なんだとてめえ。おいおい、蹴り一発で大げさなやつだな。さあ次はドイツだ。あんたか、それともあんた。ごめんなさい。なんだよ逃げやがった、つまんね。ああ、どいつもこいつも弱えやつばっかだ。見栄を張るやつばっかり、周りの目を気にするやつばっかり、一人じゃ何にもできねえくせに群がって強がってるやつばっかり。ちっとはマシなやつに会えると思ってたんだけどな。ああ腹減ってきたな。授業なんて受けてられっかよ。なんか食うか。あ、そういえば金持ってなかった。久しぶりに万引きでもすっか。でも警察はうるせえからな。ああ、どっかに金でも落ちてねえかな。なんだあれは、もしかして。はあ、子供？しかもコスプレでもやってんのか。俺には関係ねえ。この金いただいてさっさとコンビニ行こう。すみません、お金取りましたか。無視、こういう時は無視が一番だ。やっぱりまた無視された。あれおもちゃのお金なのに。はあ、おもちゃのお金。おいガキンチョ、てめえおもちゃのお金で俺を釣りやがったな。お兄さん、私のこと見えるの？はあ、見えるに決まってんだろうが。むしろそんな目立った格好しやがって。なんだよその羽。嬉しい、やっと誰かに見つけてもらえた。嬉しい。はあ、おい話せガキ。痛い、なんでそんなことするの。お前がいきなりくっついてくるからだろうが。しかも俺のこと騙しやがって許さねえぞ。違うよ、そこにお金を置いてたら誰かが来てくれるから置いてたんだよ。だって誰も私のことを気づいてくれなかったんだもん。わけわかんねえこと言いやがって。そんな天使みたいな格好してたら誰だって気づくだろうが。マジで気づいてねえ。ほらだから言ったでしょ、私誰からも見えてないみたいなんだ。じゃあなんで俺は見えてんだよ。お前は幽霊か。それは知らないけどよかった、やっと話せる人がいて。一人で寂しかったんだ。お兄さんお話ししよう。やだね、ガキに興味なんてねえよ。俺は金が欲しかっただけだ。待って、お兄さん一人にしないで。もう一人ぼっちはやだ。知るか、お前が一人だろうがなんだろうが俺には関係ねえ。じゃあな、天使のコスプレした幽霊ちゃんよ。ははは、くだらねえこの番組。なんか誰かに見られてるような。おかしい、ずっとなんか視線を感じる。どっからだ。ああ、今日珍しく学校なんて行っちまったからあんな女の子見ちまったんじゃねえか。ああ、そうそう、この鳴き声、ったくこの鳴き声聞かなかったらあいつに会わなかったのに。ってまたかよ、絶対そこで泣いてんだろ。ほらやっぱり。おい、うるせえぞガキ、ついてくんじゃねえ、俺が眠れねえだろうが。じゃあお金返して、私のおもちゃのお金返して。んなもんとっくに捨てたっつーの。いいからさっさとどっか行け。返して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 。ああ、もううるせえ、なんだこいつ、悪魔じゃねえか。わーい、お家入れてくれてありがとうお兄さん。お前がしつけえからだよ。つーかさっさと家帰れよ。そもそもお前は死んでんのか生きてんのかどっちなんだよ。多分なんだけど、死ぬ一歩手前って感じなのかな。私ね、実はお外に出たのが初めてなんだ。だからお家わからないの。は？何言ってんだお前、そんなやついるわけねえだろ。じゃあお前はどこで生まれてどこで育ったんだよ。じゃあお兄さん、今から私についてきて。なんだよ、病院かよ。ってことはお前金持ちのお嬢様かなんかか。さぞかし甘やかされて生きてきたからそんな風に育っちまったわけか。それとも何か頭でも改造されておかしくなっちまったのか。本当お兄さんって口が悪いよね。そんな人初めて会った。いいからついてきたらわかるよ。これはお前、なんでお前が2人いるんだよ。私ね、生まれた時から心臓が悪いらしくってずっと病院で育ったんだ。だから多分本当にもうすぐ死ぬんだと思う。今この姿になってるのは多分お迎えを待ってる間なんだと思う。マジかよ、なんだよそれ。つうかなんで俺は見えてるんだよ。それに俺もお前を触ることができるし、お前だって物に当たったりはするじゃねえか。そうだよね、私も全然よくわからない。この羽だってあるけど飛んだりはできないんだよ。ねえお兄さん、私のことを殺してくれる？多分この姿で死んだら本当に天国に行けると思うんだ。だからお兄さんお願い。やなこった、ったくよ、どいつもこいつも他人任せでヘドが出るぜ。いいか、自分の死に方ぐらい自分で決めろ。現にお前は俺に会うまで外でビー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 泣いてただけだろうが、それをなんだ、自分を見つけてくれた人に殺してくださいだと？悪いけどお前が病気だろうが天使だろうが幽霊だろうがそんなの関係ねえ。何それお兄さん、おかしい。大体みんなかわいそうとか言うんだけどな。あと俺はお兄さんじゃねえ、極道正樹っていう名前があるんだよ。私は羽田小崎、よろしくね正樹お兄ちゃん。お兄ちゃんはやめろ、なんか恥ずかしいだろうが。このお口のとっても悪いお兄さんと出会ってから私の運命は大きく変わっていくのでした。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。